カール・ミヒアイル・ヘルツォークツーメクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュトレーリッツ大公家の一員で、ロシアの貴族、軍人。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公家課長。ロシア語名は、ミハイル・ゲオルゲービチ・メクレンブルク・ストーレイリッツキー。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公、ゲオルクの次男ゲオルク・アウグストとその妻で、ロシア大公、ミハイル・パブロビチの三女であるエカチリーナ・ミハロブナの間の三男として、 ロシアのオラニエンバウムで生まれた。母方の祖母、エレナ・パブロブナ大公費の所有するミハイロフスキー宮殿で育ち、皇帝パーベル一世の彦であるため、抗議のロシア提出の成員とみなされていた。ドイツのシュトラスブルク大学で人文学博士号を取得した後、ロシア陸軍に入隊し、最終的には陸軍中将まで昇進した。生涯独身を通したが、 1909年に、兄、ゲオルク・アレクサンナーの4人の維持の貢献人となった。また、1894年に、母から相続した、ミハイロフスキー宮殿を、ロシア皇帝ニコライ2世に売却している。第一次世界大戦が勃発する直前の1914年6月20日、メックレンブルク・シュトレーリッツ大公アドルフ・フリードリヒ6世に、対して、 自身の対抗位継承権を放棄すると通知し、対戦勃発後はロシアに帰化した。1917年3月の2月革命によって、訂正が崩壊すると、拘束されて国会への出頭を命じられ、カフカース地方に逃亡した。1918年2月、大公はドルフ・フリードリヒロクセイが自殺を遂げると、メクレンブルク・シュトレイリッツ対抗国は、君主が不在となった。 セッとなったメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ4世は唯一の継承権者であるミハイルに大公位に就くよう促しシュベリーンに併合されることを恐れるシュトレーリッツの臣民たちもミハイルに大公位就任を求める請願書を送った。ミハイルはフリードリヒ・フランツ4世に対し改めて継承権放棄の意思を示した書簡を送ったが この手紙が届いたのは1919 19年1月になってからだった。このため、シュトレーリッツ大公国では、大公位継承問題を解決できないまま、1918年11月のドイツ革命を迎えた。ミハイルは1919 19年に家族と共にロシアを出国し、最初はフランスに、ついでデンマークに移った。デンマークでは亡命ロシア人将校たちの相互、 扶助協会の会長を務めていた。1921年、対抗くらいの請求権放棄と引き換えに、メクレンブルクシュトレーリッツ自由州政府から500万、マルクの保証金を受け取った。1930年4月に、所領のあるメクレンブルクのレンプリンの城に移った。1928年9月11日、 対抗位継承権を認められていなかった老いの、ゲオルギーカ・カルロフ伯爵を正式に養子に迎え、この養子縁組は10月11日にワルヒンの地方裁判所に認可された。以後、ゲオルクは、メクレンブルク公を名乗るようになった。1934年にレンプリン城で死去し、対抗家の家督は、老いで養子のゲオルクが継いだ。カール・ミヒャイルの墓、ありがとうございます。